オリオールズ FA の藤波慎太郎投手29が27日、スポニチの独占インタビューに応じ、メジャー挑戦1年目を振り返った。米国と日本のチームカラーの違いや万国共通の下ネタ、そしてバッテリーを組んだ最強捕手のラッチマンのことまで語り尽くした。聞き手、これと高貴信、遠藤霊、日米の打者の違いは、バッターはバレルゾーンを意識してますね。 角度をつけに行くスイングをしてきますね。あとは9番バッターでも間違えたらホームラン打たれます。対応の仕方も違うのか、日本のバッターは苦手な球種にも対応しようとしてきますが、メジャーは自分の得意な球種に全振りしてくるイメージ。3球同じボールを振って三振とかもしますし。考え方が違う。根底には OPS があって。 球場によっては打率じゃなくて OPS しか表示されないところもありますしね、トレードも経験した、その時は数字も良かったですし、あるかなとは思ってので、でも月末のデッドラインかなと思ってたらその2週間前ぐらいだったので、強いチームに行けるので嬉しかったですね、通告された時、自分と投手コーチとトレーナー2人と通訳が呼ばれて監督がボルチモアにトレードになったから。 首位に立ったチームだからポストシーズン楽しんできてくれと握手してハグしてこれは俺が一番好きなウイスキーだからと言われて乾杯しましたねアメリカに行ってよかった真相こそを思いますねタイガースがやりにくかったとかじゃなくこれだけの経験をできたことは自分にプラスですし打たれて英語が伝わらなくて苦労したことも全部経験なので 全部経験だと思えばそこまで苦しくなくなるので、私生活で壁にぶつかったことは、英語通じないことはありましたね、表現が出てこないとか、でも、こちらが一生懸命話そうとすれば理解してくれるので、何でもかんでも通訳にお願いするのではなく自分で話しに行くようにはしてました。溶け込もうとする姿勢が大事、自分も日本で外国人選手を見てきたので。 マートン、ボメス、クレショーカンとかすごかった助っ人はみんな文化に馴染んだり、日本語も覚えようとしてたので理解する姿勢は大事かなと思ってました。英語で好きな言葉は、何でしょうね、うーん、タケイットイージー、ですかね。難しく考えるなよと、気楽にやれよと周りにもよく言われましたね。純粋に楽しかった。野球のことだけ考えられるので、楽しいですね。 逆に日本語を教えたりはバンコク共通ですけど、やっぱり下ネタは笑い、あとはスラング系ですかね、エグいとか、アメリカではナスティ、ナスティという言葉があるんですけどね。メジャーチームのベテランはどんな人物だったボルティモアは野手はジェームス、マッキャン、投手はカイル、ギブソンがいて、2人ともチームを良くするためにどう動こうかと考えてくれて。 ギブソンも投手全体で話すときも積極的に話してくれますし、長距離の移動のときはバスガイドが持つようなマイクを持ってマッキャンが司会をして若い選手に歌を歌わせたり、話を振ったりしてました。日本のエンジンみたいなのはあるのか、ボルティモアの文化でしたけど、勝った日は投手と野手の MVP を全開勝利した時の MVP が選んで話すみたいな。やっぱり向こうの人はスピーチが上手いですね。 小さい頃からやってるんだなと、日米でチームの雰囲気も全く違う。オークランドで同僚だったドリュー・ルチンスキーが言ってたんですが、アメリカは毎年、毎年選手が入れ替わって新しいチームが変わるからまとめようとしないと短期間でチームが一つになることは難しいと。日本は FA まである程度期間がありますし、選手の入れ替わりもそこまで激しくないので。 そういう意味でもベテランがそういう役割を担ってるんだなと。メジャーを代表する捕手になりそうなラッチマンと組んだ。ラッチはすごく真面目で、人の悪行を言ったり、荒れたりすることもなく。ピッチャーを立ててくれる捕手で、フレーミングも一球一球本当に丁寧にやってくれる。あれだけバッターとしてもすごいですけど、自分は捕手としての能力がすごいなと。肩も強い。 ブロッキングもできてデータも見る。投げていてファンになりますね。遠征先で試合の後に同僚と飲みに行ったりする文化はあるのか。ほとんどないですね。一度、アリゾナに遠征してガナー、ヘンダーソンと食事に行ったんですけど、食べ終わってバーとかに行くのかなと思ったんですけど、ガナーは、明日も試合だから帰るよ、と。ちょっとびっくりしましたね。ボルティモアも個性的な選手が多い。ライアン。 マウントキャッスルが歌が上手くてカラオケでずっとマイクを離さなかったり、毎回、一発芸をするような選手はいなかったですね。対戦して印象的な打者は、データ的な意味で言えばゲレーロジュニアとか、あれだけすごいバッターなのにデータ的にはずっとスイーパーとかスライダー系を投げておけば打たれないという。実際に対戦してもそうでした。あとはホームラン打たれた、フィート。 アロンゾとかとんでもない飛距離のホームランを打たれたマットオルソンホセアルチューベヨーダンアルバレスとかアーロンジャッジ大谷にはデータ的にはどこ投げても打たれる感じでしたね。